前回に引き続き浮力による単振動の問題です。前回はこの円柱の浮きですが、この水面に浮かんでいる浮きが単振動する時の周期を求めてみました。その時に浮きの質量はこの断面積 S、 高さが H、 水の密度ρ、そして重力加速度 G でもって浮きの質量はこのように表されました。で、K というのは周期の T イコール 2π ルート K 分の M の K です。で、浮きの単振動の周期 T はこのように表されました。で、今回はこの浮きを水面にスレスレまでに引き上げて手を離します。手を離すと重力によって沈んでいきますけれども、だんだん浮力が大きくなっていわゆる単振動しますけれども、最後はここでゼロになるわけですね。水面からここからはまた単振動ではない、後で言いますけれども、運動してここではゼロになって、ここが最も深く沈んだ位置ですね。この最も深く沈んだ位置 D を求めなさいという問題です。手を離した以後の運動についてもう少し詳しく述べてみますと、この位置で手を離すと重力、浮力は全くありません。重力によって下がっていきますけれども、ここに水面に加担が戻っていくと浮力が現れます。浮力は最初は小さいですけれども、ここでちょうど釣り合うわけですね。浮力と重力は釣り等しい時です。それよりもさらに深く沈んでいくと浮力の方が大きいですから、いわゆる復元力が働きます。で、ここに例えばここの上端の A ですね、 A 端が水面に達すると、その時には浮力が 最大になりますけれども、その浮力は一定になります。重力も一定ですから、その時には浮力の方が重力よりも勝っていますけれども、からここからはこの上端 A がここに水面に達すると、その以後の運動ですね、ここからここの運動、ここにはこの V という速度を持っていますが、ここではゼロですね。 V からゼロになる等加速度運動するわけです。なぜならば重力と浮力によるどちらも一定ですけれども、浮力が大きいです。ですから上向きの加速度が生じます。ですからこれ減速するわけですね。この差があった時に A 端では、 A 端で V という速度がここでありますけれども、ここでは A 端はゼロです。全体がゼロになります。その時に最も深い深さになります。ですからここから A 端がここに水面に達すると V という速さになりますけれども、ここからここではゼロですね、止まっています。ここからここまでは、つまり D という距離は等加速度にするわけですね。ですから仮にここの A 端がこの水面に達した時の速さを V としますと、これ0次乗3番目の公式使います、 2AD になります。この加速度 A を求めてみます。この浮きの A 端が水面に達した以後ですね、全ての全体が水面にある時ですね、その時にどういう力が働いているか、この向きに働いている力は下向きに重力 MG ですね、それから上向きにこのままのこれを体積が排除した水の重さの浮力があります。ですから上向きですね、ですからマイナス SH が体積です。で、水の密度がローですから SH ロー G になります。これがいわゆる運動方程式ですね。で、加速度を求めたいですから M で割ります。で、 M 分の MG-SH ロー G です。で、こことこれで消えて G になります。で、ここは M は前回で求めたこれですね、3分の 2SH ローをここに持ってきます、ね、M で、これと SH ローが消えます。ですから2分のこっちが 3G になりますね。2分の 3G ですからマイナス2分の G になります。つまり下向きを正としていますから、上向きに、こういう加速度が生じます。ですから減速していくわけですね。で、ここの最も深くなった瞬間はこの全体は速度がゼロです、まあ、A 端の速度がゼロだということですね。で、加速度がマイナス2分の G と出ましたから、ここへ持っていきます A ですね。で、マイナス V 次乗2、これマイナス2分の G、 D ですね。で、これとこれで消えますから V 次乗イコール GD になります。で、求めたいのは D ですから、D イコール自分の V 以上です。で、ここで A 端がここに達した時の速度 V とこちらが勝手に決めましたから、これだけでは答えになりませんね。
で、この V を求めてみます。このここから手を離した時のがで、ここ A がここで達した時の速さですね、全体の速さですが、その V はどうして求められるかということですね。その時にはこの重力と浮力による単振動の速度を求めます。その時には力学的に保存の法則を使えばいいですね。ここでにおける、ですからここが釣り合いですね。単振動の釣り合いの位置です。 A 端がここにあるとします。でここが釣り合いの位置ですね。ここが釣り合いの位置ですが、ここが釣り合いの位置ですね。この上端を考えてみます。でここが3分の1になりますね。ですからここが3分の2位置になります。でここからここまでは単振動します。というのはなぜかというと、ここにあるときは、A 端がここにあるときは重力のみです。浮力はありませんから下がっていきますけれども、だんだん水面に沈んでいくと浮力がだんだん大きくなります。ここからここへ行くまでは浮力がだんだん大きくなりますが、重力の方が混ざっています。でこの時点では重力と浮力は等しいと。ここからこう下はなると今度浮力が大きくなりますから、復元力が逆向きになります。上向きになるわけですね。ですからここからここまではとにかくここからここまでは単振動の一部になりますね。ここからここは重力によってこの復元力がこちら向きですが、ここからここはもう上向きになります。浮力の方が大きくなりますから。で水面か下からは何かというと、重力と浮力は一定ですが、浮力の方が大きいですから、上向きの力が働いて加速度が生じて等加速度運動になります。ここからここまでは単振動ですが、ここから以降は最も深くなる D までですね、等加速度運動します。単振動して等加速度運動します。ですからここの速度は単振動における速度を求めればいいわけですね。ここはこの速度を V とします。で、ここはゼロが、ここはちょうど釣り合っていますから振動の中心になって、本来ならばここが振幅になって、こういうここを中心にこういう単振動するわけですけれども、水面がありますから、ここからここまでは単振動ですね。で、ここでの1、力学的エネルギー保存を考えます。でここの力学的エネルギー保存を考えます。同じ力学的エネルギーになりますね。ここでは速度がゼロですから、この振動のエネルギーだけですね、この2分の 1K 引き伸ばしていますから、2分の 1KX 乗でこの3分の 2H、 ここが釣り合いの中心ですから3分の 2H ですね。で運動エネルギーがゼロです。でここでは何かというと、運動エネルギーがあります。1をこの向きの質量を M とします。後でこれに置き換えますけれども、その時の速さは V とします。でここでの振動エネルギーをこんだけ釣り合いの中心から釣り合いから X、 この3分の1離れていますから、これだけの2分の 1KX 乗ですね、このだけの振動エネルギーがあります。でこれから V を出せばいいわけですね。でこれを計算していきます。これをこちらの方に移行しますと、これを計算しますと9分の 4H 乗とします。これ9分の1乗ですね。でこれが2分の 1M はもうこのここを使います。3分の 2SH 乗ですね、MV 乗です。でこれとこれで9分の 3H 乗になります。で2分の K はここを使います。 S ロー G、 前回求めたですね、S ロー G です。これ で、でこちらは2と2が消えて3分の SH ロー V 乗になりますね。でこれとこれで3になって6になります。 S ロー G H 乗になります。でこれはそのまま持ってきました。で SH ローが消えますね。 SH ローが消えて6分の G、 残りの1つ H が残ります。でこれが消えた後のそのV乗ですね。で V 乗はこちらにかけて2分の GH になります。 V 乗が2分の GH と出ました。で先ほどやったこの深さ D は G 分の V 乗ですね。ここの V 乗をここ持ってくればいいわけです。ですから D はよって D はどうなるかというと、 G 分の V 乗ですから、 G 分の V 乗ですから、 G 分のこれですね、2分の GH だと。ですから 2分の1になりますね。答えは
この深さは2分の1だということですね。2分の1まで沈むということです。これが結論ですね。深さ D はこの与えられた量でもって答えるとこういうふうになります。